皆さんこんばんは。ラジファボセカンドシーズン3月担当の荻野葉月です。木曜日はバラエティ力を鍛えていきます。本日の企画はこちら、サイレントポテチチャレンジです。いやーね、これ何事かと申しますと、実はゲームが大好きな私はですね、2月担当の水野さんと同じく声優 e スポーツ部という、まあ、組合とか言ってるかな、なんだろう、ユニット企画 の、 4期生で新しく入部したメンバーなんです。で、まあ、そんな私がプレイ中にですね、誰にもバレずにこっそり小腹を満たすスキルを得るために、音を立てずにポテトチップスを食べられるのかという挑戦になります。いやー、私普段ボイスチャットでプレイしてるんですけど、ゲーム全然人のことなんか気にせず、おせんべいとかラーメンとかもうバリバリズルズル食べてて、でも何を言わない人たちとしかやってないからね、普通はミュートするのにね、全然気にしたことないんですけど、だから音を立てずに食べたことがないので、ちょっと音を立てずに食べられるかどうか心配なんですけれども、どうなるんでしょうかね。今のところあんまり自信はないですけどということで、バレないクリア条件はなんと3つあります。1つ目がポテチ2枚の完食、そして2つ目が食べている音を出さないこと、そして3つ目がスタッフの返答に答えられないとアウトということで、2人のスタッフさんが、罰の札を同時に出したらアウトということになっております。ちょっとね、2枚もなかなかですし、音を出さないのはまずね、結構難しいし、これ無言ね、じゃあね、無言だとダメっていうね、一番これが難しい、もごもごしたらダメらしいので、ちょっと新たなスキル獲得のために今日は頑張っていきたいと思います。はい、ということで早速こちらにポテトチップスがあります。そしてなんとコントローラーも用意していただいたのでちょっとね、いつもの感じで早速やっていきたいと思います。ではチャレンジスタート。いやー、ちょっとこの辺全然敵いなくない？なんかね、ちょっとさ、隠れてようよ。敵来るまでさ、ここで出待ちしよう。OK？ いやー、ちょっとね、私、今、弾ないんだわ。そう。じゃあちょっと、うん。いや、全然大丈夫。え？食べてないよ。え？いや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 。ちょっとね、物落としたわ今。ごめんごめんごめん。敵来るまでちょっとさ、もう静かだけど、なんかね、雑談でもしながら、周りの音ちゃんと聞いてるから、それは大丈夫、全然大丈夫だから、心配しないで。いつも通りね。え、むずい。いや、ちょっとね、今、札が2枚。罰の札がね、スッと出されたんですけど。めちゃくちゃパリってなるんだけど。ガチでむずい。確かに。1枚、一口で。いや、確かに。一口作戦は割とあるかもしれないです。喋れるかどうかだな、とは。はい、ではここから2回目のチャレンジをしていきたいと思います。それではチャレンジスタート。いや、ちょっと私体力ないからさ、回復していい？ちょっと今戦闘任せたわ。ちょっと前出といて。え、回復したらすぐ戻るから、回復したらすぐ戻る。うんうんうん、ナイスナイス、受けてる受けてる。うん、あ、すぐ戻るよ。もうちょっと待って、もうちょっと待ってほしい。
私も回復渡せるよ。回復したい。ごめん、ちょっと待って、ちょっと待ってほしい。私が回復してるからちょっと待ってほしい。いやーごめんね、ちょっとあと10秒待ってくれたら大丈夫だから。いや慌ててる、すごい慌ててるよ、全然慌ててるから。うんうん、ごめんごめん、戻る戻る戻る。え、そんなことない、右から来てるよ、右から。やったやったやった、右の人やったわ。あと左、あと左だけ、左のパーティーだけ。ナイスナイスナイス、やれてるやれてる。いやこれチャンプいけるでしょ、頑張ろう。はい、チャンピオン食べました。やったー。いやでもちょっと自分で言い出すのもなんですけど、手に取ったやつがめっちゃ小さくて疑惑の判定でしたね。でも成功は成功ということなにしてほしいやったー、成功しました。成功の秘訣はまず皆さん一口でいきましょう。一口でいって、これね、さっきスタッフさんも言ってましたけど、溶かすが一番いいです。ただその間ちょっとね、やっぱり喋れないので、なるべく忙しくない時がいいです。これ元からね、ずっと忙しいゲームやってる人はもう諦めてくださいただね、ちょっとでも隙ができるゲームをやっている皆さんはぜひね、物陰に隠れた時とかに一口で、大きな口で一枚食べて溶かすという作戦でぜひ行ってみてください。これ成功します。普段ね、あんなに回復に時間かけてたらもうめちゃくちゃ怒られちゃうし、私だったら怒るって思うんですけどいや絶対なんかしてるでしょってなっちゃうけどはい、ということで私はなんと2回目で成功しました。いやーこれね、成功と言っていいかちょっと怪しいんですけど、まあでもね、普通に音を立てて食べる方が皆さんのストレスたまらないですよお互いね、そうまあ自分が食べる人はね、相手のことももちろん許してあげてくださいそうじゃない人はね、ミュートしっかり決めて食べて、音をねバリバリ鳴らして食べてもらえればなと思います。だね、あと私自分でゲーム配信するんですけど、 YouTube チャンネルを持ってて、でまあそこでね、今日ポテチを音を立てずに食べるっていうスキルを獲得したんでね、皆さん私がポテチ食べますと言うか言わないか分かんないですけどゲームしながらね食べてることもあるかもしれないので、こちらねぜひ見に来て探ってくださいはい、ということでいかがでしたでしょうか。よかったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたねー。